ヤンキーにボコられる先生。また課題やってないだ？お前これで何回目だ？殴られないかわからないか？ヤンキーかぶれの小山が怒られてるのおもろすぎ。それな。あいつ生きってるけど、僕らじゃ痛い目見せれないもんね。よっ、え、僕の冗談回し蹴り食らったら、あいつなんか一発だよ。確かに。あ、今なんつった？嘘です。冗談蹴りです。あっぷなー。それな。もうちょいで蹴るとこだった。中段蹴りしてやったわ。おい、小山。長いは関係ないだろ。お前は今、先生と話してんだ。本当に殴られないとわからないか？じゃあ殴ってみろよ。うわ、あいつ先生に反抗した。これ、始まるんじゃない？校内暴力ってやつが。いいのか？先生は、口喧嘩強いぞ。校内暴力？あ、さすがに殴らないのか。え、先生ビビってる？いや、高校生相手にビビらないでしょ。だって、いつも僕らにあんな強気じゃん。なんかちょっと机揺れてる？ほんとだ。地震？え？地震起こったの？いや、なに？先生の震えだ。地震ない！先生自身の揺れだったか。てか、高山は憲法を習ってるらしいし、殴り合いしたら先生負けるかもよ。マジ？え？憲法？こっちも使うしかないか。無理やりにでも課題させてやる。え？先生も憲法を使えるんだ。くらえ。勉強するのは、国民の義務だ。日本国憲法、人権の代わりに人権を。分かったか？は？何言ってんだよ。今は喧嘩するかどうかの話だろ。ん？喧嘩に勝つ方法を計算するか。え、喧嘩に勝つ方法を計算してる？先生が勝ってるのは勉強ぐらいだもんね。そういうことか。勝利の方程式が解けた。勝利の方程式だって。あいつが殴ってくる、で、殴られる。訴える。勝利の方程式、基礎問題だったか。さあ、じゃあもう裁判覚悟で喧嘩してやる。よし、わかった。表出ろ。後悔すんなよ。大人の腕力見してやる。え、先生、子供相手にガチでボコるみたい。やばいって。たーく、ほんと言うこと聞かないな、高山さんは。あ、絶対負けてる。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。